のんべんだらり始まりました。のんべんだらりです。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。さっきさ、薬局行った、ドラッグストア方法に行ってさ、あれ、普通にフラフラっとしとったん、そしたらさ、BGM がさ、広瀬香美やってさ、それね、ゲッタンやったん。ゲッタンやったんか。これのオルゴール調っていうか、あるある。もう色濃く素子さんを思い出しましたよね。最近でも広瀬香美めっちゃテレビ出てきとるよね。そうなん？知らん。広瀬香美の YouTube を見たことある？あ、なんか歌のやつかな、うん、そうそう、 YouTube ブレイクを結構しとって、で即興で弾けたり、もう天才やでさ、あの人、そうやな、バーって弾いたりするので出てきとる、よくテレビ出てきとる。へえ、すごーい。うん、なんとか CM ソングをなんとか何すんやったかな、バラードにするとか、そうなんやったかな、なんかすごく見入ってしまうような。でもぶっ飛んどる、ぶっ飛んどるわ。でもなんか喋らせるでしょ、ね、でも、ぶっ飛んどる。なんか昔学校にあんま行けやんかったんかとかなかった、なんかあんな感じやもんで、学校行っても、浮いてしまうんやったか、楽しくないんやったか、なんかそんなの学校も行ってなかったんですよみたいな感じで言っとったな。あ、そうなんやな。そうなんや、なんかね、絶対音感っていうの、その、音、あ、ごめん、もう全然ちゃんと覚えてないで、違ったらもう広瀬香美さんごめんなんやけど、なんか音を聞いてると、音以外のなんか情報くっついとる共感覚があるんやね。なんか音が数字とに見えるとか色に見えるとか、なかなかそういうのがあって、すごいしんどくて外に出るのが疲れるみたいな。なるほど。そうそうそう。なんかあった、それさ、何やったっけ、ドラマのさ、推理、もうなんて出てこい、田村正和のさ、推理小説じゃなくて、あれ思い出してよ、あれやん、昔のじゃあ、タモリじゃなくて、タモリじゃない、はいはい、古畑任三郎、そうそうそう、古畑任三郎、そうそうそう、古畑任三郎、ありがとう、思い出してくれ、古畑任三郎のさ、回でもさ、一つ一回あってさ、その、何、音が、絶対音感がある人が、なんか、誰かを殺したんやけど、なんかその理由が、その人が立てる音が全部、なんていうの、綺麗な和音じゃなくて、もう我慢できずに殺してしまう。不協和音みたいに。そう、気持ち悪くて、もう耐えられず、殺したっていうのがあって、それ、広瀬香美も殺してないけど。そうやな。でもそう、今広瀬香美が書いた著書が出てきたんやけどさ、絶対音感って調べると、広瀬香美絶対音感って調べると、広瀬香美が幼少期の体験を書いとる本が出てくるんやけど、そこの内容紹介を見ると、街の音が人の声に聞こえ、あ、まあ、これはまあまあこれだけでもかなり大変やと思うけど、匂いが音に置き換わり、あーすごい、夢の中で作曲ができる、やって、俺思い出、起きた時覚えとるのかな、覚えとるんちゃう、でも夢の中で作曲ができとるっていう認識があるってことはできたんちゃう、すごい、覚えとるんちゃう、小さい頃さ、これもみんなそうやと思っとったけど、小さい頃さ、静かにしとったり寝とったりするとさ、音楽が流れるやん、流れやんよ。ね、やっぱ流れやんだよね。流れやんの。こんな話を聞いて、やばい、私もちょっとおかしいやつやと思って。若干ね、ちゃまあるもんな、共感覚。そうやね。同じじゃないけど、なんていうの、寝とるとさ、クラシックの音楽みたいな、何重奏な、何重奏と、聞こえて、流れてきて、それがちっちゃいからさ、なんなのかわからねえけど、流れてくるから、それを聞いとんの一人で。でも、これを楽譜に書き起こしたいと思うんやけど、そんなん、もうできるわけなくて、
いろんなのが混じってるから、いろんな楽器、きれいな旋律なん、それは。そうそうそう、ちゃんときれいな。でもそれがどうしたらいいかわからんくて、うんうん、何もできやんの、聞いとるだけしか。やけど、うん、もう、まあ、いつものごとく、みんなもこんなもんなんやと思って、うん、みんなも寝ながら音楽聴いとるんやなと思って、うん、生きてきたけど、なんかどうも違うらしいし、最近はほとんど聞こえてこやんから、何なんやろっていう、やっぱないのか。いや、私ワッショイはだからあるよ。お囃子みたいなのもあるよ。うんうん、すっごい集中しとるとね。いや、私さ、そういうのが一回もない、何もないの、そういう不思議な力っていうか、あの科学で証明できないような力っていうの、めっちゃ憧れるんやけど、うんうん、何もないの。じゃ、それは自分が普通やと思っとんで気づいてないんかもしれんで、うん、そうやで、うん、そうやね。だって匂いは匂いやし、音は音やし、色、いや、わからんね、その見とる匂いも音も自分は普通やと思って見とって、撮るに足らんけど、確認できやんだけで違うんかもしれない。あれや、自分の顔とか自分の声はこうやと思っとるけど、じゃあ違うみたいな、あれやね。そうそうそう。でも、全く一緒なわけないやんだって。そうかな、うん、全く他人と同じものが見えても同じ匂いを嗅いどるってありえんくない？そんなん考えたことない。すごい、なんちゅうの、あの色弱な人とかぐらいまで行くと、だいぶこう、なんちゅうの、ボリュームみたいなのがあるとしたら、振っとるでわかるんやろうけど、うん、多少の振りはみんなあると思うよ、私。うん、ほんとあると思うよ。なんか紫か茶色かでさ、うん、よく議論になるんや、ね、それはもう、共感覚とはまた別の視力の問題かもしれんけど、あのさ、ね、あるよね、私の友達が、うん、あの働いている会社の社用車が、うんうん、私から見るとチョコレート色なん、うん、あー、でもあの辺の色が本当に識別しにくい、うんうん、でもその子は深緑っていうの。あ、そっち？うん、紫ちゃうんや。紫じゃないやね、うん。なんか深緑、私はどう見ても茶色にしか見えやんのやけど、その子は緑って言うし、なんか、うん、ツイッターとかでもあったよね、女の人のドレスがゴールドみたいな、あるよね。ブルーか、うん、うん。そう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 。なんか小豆とかの色はすごい茶色か紫か迷わへん？あの辺やと思うんやけど。迷う。迷うよね。紫にも見えるし、うん、茶色にも見えるもんね。うん、焼き芋の絵描こうと思うと迷うもん。皮。どっちもあるもんね。どっちで描いてる人もおるよね。焼き芋は、うん、もう完全紫やった。でも紫ちゃうくない？実際の焼き芋。茶色っちゃう？あ、じゃあ、あかねちゃんとえみちゃんは、うん、視覚、聴覚、どっちが優先タイプなん？それが分からないよね。どうやって判断したらいいの？私がよく聞くのは、うん、夏の海を思い浮かべてください。うん。で、その夏の海はどんな感じですかって言って、その夏の海をちょっと語ってもらうんやけど、うん、えみちゃん、ちょっと夏の海語ってみて。うんうん、ザザーって波の音が来て、うん、寄せては返す波がささーってささーっていう感じ。まあ、じゃあそうやって聞くとえみちゃんは、うん、聴覚優位なんかなって感じな。はあ、あかねちゃんは？私は先にさ海が見えるよ。海が見えてからの音、うん、っていうとやっぱ視覚優位なんや。まあ、こう一つのなんか目安やけどね。もっちゃんは？あの何カモメの声。あ、なるほどね。かーみたいな。あーかーかーそう、海猫っていうの？でもおるおる。あー、うん、あーみたいな。そう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 。それね。うん。うん、そっちなんな。あー、なるほどね。うん。あー、視覚優位かな。で、私は、うん。
あの目に見えるものより耳で聞こえるものの方がすごい気になる方なの、うん、だからなんか美術館とか行っても、うん、美術館よりもコンサート会場の方が好きみたいな、美術館の 目で見る感動よりも耳で聞く音の方がなんか感情が動きやすかったり、っていうのはあるんやけど、なんかね、うん、えーいや、別物の感じがして、うん、見るのと聞くのと、比べ、うんうんうん、今までそんなに比べたことがないっていうか、でも、うん、音も気持ち悪い、友達の結婚式とか行くとさ、昔、うんうんうん、あの歌うやん、賛美歌とか、あの、うんうん、会場の人が。もうあれが本当に気持ち悪くて、今まで、ちゃんと聞けた、いや、聞くよ、ちゃんと座って聞くけど、うん、もう本当にだ披露宴の前やん式って、だからさ、うん、ご飯食べる前にすでにもう気持ち悪い、その賛美歌がみんな感動しとるけど、もう私だけなんかな、あれの気持ち悪いのと思って、はいや周りの友達に今日のちょっと歌ちょっとキモないって言っても全然気持ち悪くなかったよって言われて、うん、なんなんみたいな顔されるやん、そんな気持ち、結構な気持ち悪い、せやな、うん、なんかそういうの辛いのはあったけど、それ広瀬香美はそれの100倍ぐらい辛いんやろ、きっと。そうやろね、せやろな、だって声に聞こえるってことでしょ、その歌がさ、おめでとう、おめでとう、うん、おめでとう、うん、みたいな、そう、ね、う全部って、うん、怖い、でそれがさ、例えばさ、なんかこう私の彼氏と結婚しやがってみたいに恨んどる人が歌っとったらさ、うん、なんかいい歌やのに怨念がこもっとると怨念の歌になるんやんな、きっと。そうやって聞こえない、世の中の音、雑音が全部ドレミに変換してしまうって、全部、うん、すごいな、うん、そらあの歌作るわ、うーん、揺れる回る恋心や。ゲッタンな。そう。ゲッタンやな。もう一個あったな。揺れる回るなんとか。そんな。ゲッタンある、揺れる回る巡る。なんかあったわ。だからそうなんやな。もう全部そうやって音階に聞こえんねやったら逆に作りやすいんかもな。そうやな。メロディーに乗せてくるな。普段から聞こえとんねやで。全部のフレーズも。うんうん。なあ、音階に聞こえとんねやで。私今日 FM、FMI 聞いとったん。うん。そしたら、うん、なんか、うん、あの、TRF とか。うん。なんか、その、懐かしい、私たちの高校生世代の曲がいっぱい流れてきて、うん、宇多田ヒカルとか、うん。なんかすごい全部歌えるとか思ったけど、その時はもう歌詞の意味なんて全く見てなかったけど、あ、こういう歌やったんや、みたいな。ああ、そうやな。あの時特にメロディー重視な歌が多いし。そうやったよな。そうそう。そうか。あでも共感覚って羨ましいけど、うん、ある人には結構大変なんやろな。うんな、うん、生まれた時からそれやで、うん、まあ、うん、その辛さもないんかもしれんけど、人との関わりの中で辛いかもな。自分一人やったら別にええんかもしれんけどさ、そういうもんやと思っとるけど、理解してもらえんのが一番大変やろね、うんうん、人との関わりの中でめんどくさくなるかもね。せやな、うんうんね、みんなそうやと、うん、人類みんな同じと思っとるからさ、あるな、そうやろな、うんうんうん、それが違うとなった時のショックは結構大きいよね。大きいやろな、そうやろな、うん、なんか言ったらあかんのかなって思うよね、誰かに。せやろな、変と思われるみたいなね、うんうん、うんうん、そう、共感覚、面白い、うんうん、な、うん、いや、またなんか、うん、ある人があったら教えてほしいね、どんな感じなのか知りたい、ね、
うん、純粋にこの年になってくるとさ、もう純粋にその人が見とる世界を見てみたいと思うもんね。そうやね、うん、うん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 、どんなもんなんかね。そうやね、うんうんうん、いや広瀬香美から始まり、こんな一気にこんな話が進むとおまんさん、うん、いやで月短聞こ今日は。そうやな、うん、うん、聞こ月短聞いて、うん、うん、そうしましょう。はいはい、師走を乗り越えましょう。そうです、うん、いやいや師走さ、広瀬香美かかったら師走やわさ、うん、あの曲とともに、うん、なあ、そうよ、わかるけど、エンジンかけるんやもん。私の中で師走よりも元子の方が勝ったんやで、もう今年からせやな、せやな、アルペンよりも先に元子が出てくるんやで、広瀬君は、うんうん、私が四日市をぐるぐる回っとんやでせやな、加藤春彦よりも元子やそうそうそうやね、せやなぐるぐる回っとんの思ったんやけど笑えてきた。ヨカグルですので覚えておいて。そうやね、ヨカグル。ヨカグル何回やったかな、何回目のやつやったかな、あれみんな聞いてください、もう一回。ヨカグル。なんで元子が広瀬香美になっとんのか、変換されとんのか。ね、本当やね。はい。うん、はい、はい、うん。はい。はい。ということで、はい、今週ののんべんだらりはこんな感じで終わりです。また来週。はい、はい。また来週。さようなら。